同方現地でも超高評価の遠藤航海外で斬新な賞賛を受ける。速攻遠藤航氏が脱税容疑で起訴される。日曜の決勝後にウェンブリーを離れる際、ポケットに2億2000万ユーロ相当の選手を入れて出発したところを発見された。ポケットに入っている選手は誰ですか？遠藤はカイセドとエンツを擁立した。遠藤のポケットにはカイセドとエンツがいますが、彼自身もまた2億ユーロに匹敵するので問題ありません。遠藤は2億ユーロを無効化できます。それは彼の素晴らしい能力です。後ろポケットに詐欺師2人を入れて出発。遠藤は勇敢な選手だ。詐欺師を許さない。正しい行いだ。遠藤が脱税と聞いて驚きましたが、これは理解できます。合法です。遠藤はポケットの中の人物をリバプールには持ち帰らない。自宅にコレクションするはずだ。遠藤はポケットの人物を正しい価格でユナイテッドに売るだろう。5000万ユーロ。遠藤は正しい行いをする。本当に大好きだ。